車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ツーチーパフォーマンスです。今回はドイツにあるノビテックの本社に来ております。というわけで、今日はこのノビテックの本社の、まあ、なんかたくさん車入ってますんで、まあ、案内してくれるってことなんで、その様子をお届けしたいと思います。そしてですね、ノビテック場所的にはミュンヘンって言って、まあ、BMW の本社がある場所からだいたい車で1時間ぐらいなんですけども、こんな感じでめちゃくちゃのどかな場所にあります。なんかのどかな場所とやばい車はドイツではセットなのでしょうか、わからないですけども、こんな感じの場所で、まあ、たくさんフェラーリだったりとか、まあ皆さんご存知だと思うんですけども、いろんな車今回入ってるみたいなんで、それをご紹介させていただきたいと思います。さあ、というわけで早速中に入ってきまして、今回何かを案内してくれる森内さんです。よろしくお願いします。はい、そして車を順番に紹介してくれるみたいです。あのボンドチャンネル見てくださってる方は結構おなじみだと思うんですけども、 812GTS の N ラルゴでございます。これ全部ワイドボディになってて、タイホイールも交換しちゃって、当然足回りだったりとかマフラーも全部やってるコンプリートカーです。そしてですね、 N ラルゴのキット、ここをつなぐ感じなんですけど、これ動画で伝わりますでしょうか。もう全くあのつなぎ目がわからない、純正のボディにこうカバーがかかってるんですけど、そのつなぎ目がわからない。本当にフィッティングがやっぱりめちゃくちゃいいですね。で、大阪店でもいろんなノビテックのキットつけさせてもらったりとかしてるんですけど、大阪店でもめちゃくちゃフィッティングがいい評判ということで、めっちゃいいです。 OK, here we have the Sportback Rolls-Royce Phantom Series 8. So the facelift model of the new Phantom. Get new front bumpers, side skirts, rear bumper, suspension upgrade to lower it, and the new SP3 wheels. So new design and yeah.あのファントムでいじってる車っていう時点で相当珍しいんですけど、なんとこれは下側、プレゼントの下側交換ですよね。こんな感じでロールスの、だからこのコンプリートがスポフェック、はい、ということでファントムなんとここ全部交換して、これ24インチ新作が装着されてございます。そしてなんと結構この手のやつってサイドスカート、シンプルなやつなんかも多いんですけど、なんとサイドスカートもこうとんがったデザイン、これも伸びてくれる。そしてリアもさすがにファントムまで行くと台数も少ないんで、まあ、なかなか日本でも見る機会ないと思うんですけど、まあ、オンリーワンを目指したい方はこの。で、とにかくもう本当にフィッティングがいい。ほとんどこう後付けってわからないぐらいのデザイン以外はフィッティングの良さです。というわけでフロントサイド、リア、下回りが全部ノビテックのキットになっていると。もう本当に上品さも兼ね備えていて非常におすすめでございます。So it's limited to 3 pieces worldwide because of the black badge model, and it's also like...This one, the fenders are new in the rear and the front. We have new bumpers, new side skirts, wheels, the full program, and more horsepower. 私これ初めて見ました。なんとワイドになっております。信じられないぐらいワイド。これって交換になる？あ、交換なんだ。バンパーからフェンダーの交換で、リアは切ってるんです。なるほど。ということで、ここもう全部ボッソリ交換でめちゃくちゃワイドになってる。これあの引っ込んでるんじゃないです。フェンダーが出すぎてるんです。というわけでめちゃくちゃワイドになってて、あ、この部分ワイドになった感じですね。そしてそのままサイドスカートにつながるデザイン。そして後ろをご覧ください。あの割とこう直線のロールスのデザインがもう本当にレーシングカーみたいなリアフェンダーになってるということで、この辺は切ってつないでるみたいです。そしてノビテックのキットすごいのは中が全部ちゃんとしてるんですよね。この後他の車もあるんで見ていただきたいんですけど、本当に中までしっかり全部キットで作ってあるんで、なんかこうハリボテ感がなく、本当にそういう最初からワイドだったみたいな、そんなデザインになってる。そして後ろも同じように交換されてて、まあ比較的シンプルなデザインなんで、あ、ワイドなところ以外は非常に上品にこちらもまとまってるかなと。これやばいね。そしてもう一台、こっちもノビテックの、はい、こっちも紹介してもらいましょう。We have the McLaren 765LT, limited to 765 pieces worldwide, and it's also like the carbon hood over there from us. We have the wheels, new ones over here, complete exhaust system, more horsepower, suspension upgrade, full program. なるほど。というわけで外装がカーボンパーツが盛りだくさんになってて、タイホイールもそしてエキゾーストもコンプリート入ってるということで、全部この辺も、まあ元々マクラーレン造形エグいんで。まあ、それがさらにエグくなってる感じ。そしてマフラーもこんな感じで変わってるそうです。これちょっと後で他もあの音聞ける車あったら紹介したいと思います。そしてノビテックといえば結構このホイールっていう、こんな感じのホイールっていうイメージの方も多いんじゃないでしょうか。めちゃくちゃコンケーブ、こんな感じ。
さあ、そしてですね、ここまではまあ普通の人でも見れるんですよ、はい、ボンドチャンネルズーズーしいんで、なんとこっちも見せてもらおう。 Thank you。 なんとご覧ください、マクラーレンの背中。さすがにこれはあの外装ノーマルらしいんですけど、なんとエキゾーストがあのセナを見なすぎて変わってるのかどうかもわからなかったんですけど、なんとこれ伸びていくのエキゾーストになってるそうです。そしてですね、もう一台とんでもない車を見せていただけるということで、カリナのワイドボディ。なんとカリナのワイドボディがすげえ。ご覧ください、オーバーディフェンダーズ、サイドスクエアス、コンプリートニューフロントバンパー。 Then we have the SP2 wheels on that, we lower it a little bit, new exhaust system, and yeah, way more horsepower。もうバンパー関係、オーバーフェンダー、ホイール、ローダウン、エキゾーストシステム全部入ってるということで、もうカリナンがカリナンじゃないみたいな感じになってますけど、そしてですね、このワイド具合がやばい。どのくらいだろう、もう7、8センチワイドになってるんじゃないですかね。ちょっと引きで見ると、このワイド差がとんでもないのがお分かりいただけるんじゃないでしょうか。そしてですね、こちらももう本当にフィッティングに隙がない、もう完璧なんですよね。純正バンパーみたいなめちゃくちゃフィッティングの良さ、こんな感じでバンパー丸々交換でオーバーフェンダーくっついてて、サイドスカートと、であとはカリナン逆開きになるんで、この辺はちゃんと当たらないように工夫されて、ちゃんとダクト形状になってると。そして24インチ。でこの辺はあのご存知の方も多いと思うんですけれども、ボスのコラボホイールなんで、まあ、その辺のクオリティも間違いない。そしてリア周りもこんな感じで、まあ、なかなかちょっと動画じゃ伝わりにくいかもしれないんですけども、とにかくフィッティングやっぱりめちゃくちゃいいですね、抜群です。そしてこれオレンジのポーチラインに合わせた内装もこうオレンジのアクセントが入った非常におしゃれな車、こんなのも入ってると。そしてですね、こちらはあの僕が YouTube で見る光景、見た光景です、はい、ちなみにここのテスラは車用車みたいです。そしてあのこのショールームはなんと太陽光パネルがついてて回るようになってるらしいです。誰得情報かわかんないですけど、はい。そしてですね、なんと今回ピットも見せていただけるということで、ちょっとあのフライングして先見ちゃったんですけど、ピットがまあすごい。ご覧ください、こちらがピットです。ショールームじゃないんですよ、ピットなんです。そして296が早速入ってて、こんな感じで作業してると。なんとこちらの296もローダウンスプリング入って車庫端になってると。そしてこっちはなんとマフラー交換、絶賛マフラー交換中です。しかもキャタライザーも交換されてると。そしてアルトゥーラ、次のもしかしたら開発出てくるかもしれないとお楽しみにということです。そしてこっちは812とか、はい。This one is still in the building process, A12 and Largo. And over there we have a F8 and Largo 101 in full exposed carbon. ご覧ください、こちらなんとこの N ラルゴ、F8 の N ラルゴなんですけど、なんと外装が全部フルカーボン。これ動画で伝わるかな？全部カーボンなんですよね。バンパー、ボンネット、まあ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 って感じじゃないですか。そこからフェンダー、ドア、ミラーなんかもう見たことない形になってる。そして A ピラーからルーフ、リアのクォーターまで全部カーボンの N ラルゴになってると。これちなみにもう特別仕様で1台しか存在しないらしいです。そしてスパイダーも一応存在するらしいんで、まあ1台1台で、しかもこれがもう制約になってて、まあ、どこの国か聞いてないですけど、どこかを走るみたいです。全部足回りからホイールからノブティックのコンプリートになってる。これやばいな。で外装のパネル関係に関してはこれもちろん交換だったり、切って貼り付けだったりするんですけど、この車体の骨格の部分に関しては貼り付けで対応しているそうです。まあさすがにその強度検査だったりとかが必要になっちゃうんで、まあ、この辺はもう原型とどめてないですけど、めちゃくちゃかっこいい。 Well, here we have a storage unit for project cars, for custom cars and our company cars. とんでもない車がこんな感じでずら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 っと。でちなみに雪が降るんで
除雪車も、はい、あるということで、そしてですね、僕的にこの紹介したいのは、ちょっとフライングしちゃったんであれなんですけど、こちらの車、あれ、ずいぶん変わった仕様のロールスだなと思ったら、なんとこれ、ロールスに特注で作ってもらったノビテック仕様の、まあ、ノビテックエディションとも言うべき車らしいです。このダクトが後から塗ったんじゃなくて、ロールス純正で赤のアクセントが入って、このゴーチラインもここに入ってるんですね。こんな感じで、そして内装も赤のアクセントが入って白黒ツートン、ホイールもちなみに、はい、最近出たあのランドスピードとちょっと似た感じのアクセントの入れ方ですけど、こんな感じで白黒の、これ世界に1台らしいです。ノビテックのためにノビテック仕様で作った車ということで、そして他にも本当にたくさん貴重な車が入っています。でですね、今回なんと音を聞かせてもらえるということで、もうノビテックといえばエキゾーストサウンドですから、はい、今から聞かせてもらえそうです。ワイドにはなってないんですけど、こちらお客様の車なんですけど、ソフトキットで全部外装ノビテックのパーツついてて、タイホイールローダウン、そして音を聞かせてもらえるってことなんですけど、絶対爆音だとちょっと避難します。ちょっと本当に鼓膜が痒くなるぐらい爆音でもちゃんとバルブ閉めると結構静か、まあ、常識的な範囲ぐらいにはなるということで。 Let me a little bit introduce Novitec. We are now on the market since more than 30 years. We are focused on supercars. Mainly we have a program for the Ferrari, Lamborghini, McLaren, Rolls-Royce, Maserati, and also we have a program for the Tesla. All over the worldWe have customers, we have dealers, we have agents. Japan is one of our long-time markets and very important for us. And we're always looking forward to the next projects to show them the Japanese customers. Thank you. すげえ、全然高音とかじゃないけどめちゃくちゃ速そうな音がしてる。すげえ、急にアルトゥーラの音が聞けました。これノビテックのエキゾーストが入ってるらしいです。さあ、というわけでノビテック本社の様子を少しだけお届けいたしました。もう本当にめちゃくちゃ綺麗で、もう中入ってる車のクオリティもめちゃくちゃ高いで、まあ個人的には日本でこの素晴らしさがまだ若干こう伝わりきれてないのかなっていう感じがします。というわけで、もっとノビテックの良さを皆さんに知っていただきたいと思ってます。というわけで、ノビテックのご用命はボンドグループへぜひお願いいたします。あれ、ノビテックの T シャツ着てる。というわけで、ボンドグループへぜひノビテックのご用命お願いいたします。大阪、はい、大阪でございます。大阪で、じゃあ、大阪店にご用命お待ちしておりますというわけで、ボンドチャンネルの各種 SNS と、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。